皆さんおはようございます知人から日本公演新聞の記事を教えていただきました「共感はどこからやってくるミラーニューロン」という記事であります人間など高等な霊長類の脳にはミラーニューロンというのがあるのだそうですミラーーニューロンなど、ま 初めて耳にすする言葉ですこれによってお互いは相手の行動を我が身のことのように置き換えることができるのだそうです。例えば相手が笑っているのを見ているとミラーニューロンを通してなんとなく自分も楽しい気分になるというのです。また逆に相手が怒っているのを見ると 自分も怒りたくなるという働きをするのだそうです。人間の共感というものには、このミラーニューロンが関わっているというのです。例えば、両親が楽しそうにしていると、それを見ている子供は、ミラーニューロンを興奮させて、楽しそうだと感じて真似をします。と記事には書かれておりました。 もっともこのミラーニューロンは決して良いことばかりではないようです。ドメスティック・バイオレンス、DV は遺伝するように見えるけれども実はあれは行動パターンを真似しているだけなんだというのであります。DV は先天的に遺伝するのではなくしてお父さんやお母さんが子供に DV をすると ミラーニューロンを通して子供も DV をするように脳が変わっていくのだというのであります。子供はどこか親に似たように育っていくのはこのミラーニューロンの働きなのだそうです。なるほどと思うことは多々あります。最近耳にしたあるお寺の話です。そこのお寺はソフト、 父と子供と三世代で暮らしていました。祖父が毎年暮れに餅つきをなさっていました。祖父はもう寺の住職を引退しているのですが、餅つきを必ずなさっていたそうです。餅つきは、これは単に一人や二人でできるようなものではありません。何人もの手がかかります。住職である父は、 暮れの忙しい時に叶わないなぁと思っていたそうであります。できれば辞めたいというのが本音だったようで、祖父が亡くなると餅つきを寺で行うことはなくなったそうです。やがてその子供も結婚して子供ができ、父であった住職は孫にとって祖父になり、子であった和尚は父になりました。すると、 あれほど餅つきを嫌がっていた住職が、孫ができると、孫のために餅つきをしようと言い出したのだそうであります。で、その息子はというと、この年末の忙しい時にはかなわない、と私にこぼしていたのでありました。祖父のやっていたことが、その子供にそのまま移り、父のやっていた言動や行動がそのまま子に移っているのであります。 微笑ましい光景でありますが、これもミラーニューロンの働きかなと思います。では私はというと、ミラーニューロンがどんな働きをしたのかなと考えてみました。私は親元から18歳の時に離れたきりです。どんなことを受け継いでいるのかなと思うと思い当たることがあります。父は、 いわゆる職人敵で今言われるような働き方改革などとは対極にある暮らしをしていました。土日の休みなども必ず工場に行っていました。お盆も正月もないような暮らしでありました。小さな鉄工所の社長でありながら現場にいるということは大事にしていつも作業着を着て現場にいたのでありました。 盆も正月もなく働くというのは今の私もそうであります。いや、もっともお寺ですから、盆も正月も忙しいのは私の場合当たり前です。お掃除をする、餅つきをする、たくあ案をつける。いつもその現場にいることを大事にしております。今年は年末まで木の葉っぱが散らずに残って、特にや 暮れの30日などは強い風が吹いて、吐き掃除に追われておりました。修行僧たちが掃除をしている、その現場にいることが私の楽しみであります。自分の今の暮らしを考えてみると、働き方改革とは対極で、休みなどはありません。私の父は仕事をすること自体が楽しみであり、 ことさらに休みなど考えもしなかったのだろうと思います。私もまた毎日の勤めをすることが楽しみで、別に休みを取ろうなどと考えることはないのであります。こんな暮らしを当たり前のように思っているのは、幼い頃からいつも働いている父の姿を見ていたから、 ミラーニューロンが働いたのかなと思います。というわけで、こういう毎日の文章をわずかな時間を使って書いているのでこうございます。また、毎日のこの文章を楽しみにしていますとお手紙をくださる方がいらっしゃるので、今年もまたこうして書いていこうと思っております。 読んでくださる皆様のおかげでございます。こうやってこの書いていた文章を、この、この度、こうして、実際に私が読んでみて、皆さんにご覧いただこうとこう思った次第なのでございます。これもいつまで続くかわかりませんが、どうぞよろしくお願いをいたします。ありがとうございました。 ほんの12分ほどこの呼吸を整える呼吸瞑想というほどでもございませんがやって終わりたいと思います。背筋を伸ばしますこう自分が今立ち上がるぞっていうな気持ちでちょっとこうお尻を持ち上げてストンと落として最初に口から息をとこ全部吐き出しまして。 口を閉じて鼻から空気をいっぱいに吸い込みます。この吸うときに、ああ、ありがたいなと。息を吸うことはありがたいなという気持ちで鼻から息を吸って、鼻から静かに息を吐いていきます。単純にその鼻から出ていく、鼻から入ってくる。 という様子を静かに見つめてほんのひととき、えー、観察をいたします。 ありがとうございました。